東屋号は台湾の北西部苗栗県にある自治体です。東屋号は県庁所在地の苗栗市のすぐ東側に位置し、苗栗市の衛星都市としての役割を担っています。苗栗県は台湾の中でも客家人の人々が暮らす割合が高い県なのですが、特に東屋号はその中でも人口の 98% が客家人と、台湾全土でも2番目に客家人口の割合が高い自治体となっています。客家人は素朴で勤勉、そして倹約家として知られており、彼らは長きにわたってお茶やザボン、金柑などの農作物を育ててきました。東屋号はのどかな農村地帯ですが、域内は山がちで丘陵地帯が多く、また明徳ダムなどの自然の景観が素晴らしい場所です。東屋号域内で素晴らしい景観を望める場所としてまず挙げることができるのが牧犬山でしょう。この山は標高157メートルとそれほど高くない山なのですが、山頂からは苗栗市街地やその反対側の標高2000メートル以上の山々など360度のパノラマが楽しめる場所なんです。この山一帯は古くは平保族であるタオカス族の大きな集落があった場所で、豊かな自然が残り、現在でも多くの鳥類や昆虫、ウサギ、ムササビ、仙山鉱などが生息しています。また新王朝時代の1850年代に建てられた小さな石の祠が残るなど、歴史的に見ても面白いスポットなんです。さて牧犬山ですが、登山口から山頂まではわずか400メートルで、綺麗に石段で舗装がされており、簡単な散歩のような感じで山頂まで登ることができます。そして山頂では標高わずか150メートルほどとはとても思えないほどの素晴らしい景色を堪能することができます。住宅が密集する苗栗市街地や高速道路を間近に望むことができ、夜にはさらに街の明かりが灯る素晴らしい夜景を楽しめるんです。牧犬山古道は古くは山で暮らす農民たちが苗栗の町に農作物を販売しに行くときに通っていた道で、昔の人はこの小さな山の山頂に立って繁栄する苗栗の町を眺めたときに、もう少しで都市部に到着だと感慨に浸っていたのではないでしょうか。さて東屋号の市街地にも行ってみましょう。東屋の中心地は小さな町ですが、活気にあふれ、あちらこちらで住民たちが客家語で楽しそうに会話をしています。町役場のすぐ向かいに伝統的な木造建築の食堂があります。この食堂では豚の頭部の肉や軟骨を煮込んだ猪頭肉麺やタロイモを使ったワンタンといった客家の軽食を味わうことができます。特にタロイモのワンタンは芋の甘さが程よくマッチした、今まで味わったこともない不思議な味がするワンタンでとても美味しいです。外観や内装は歴史を感じさせる素朴な作りで、オーナーさんも非常に人情味にあふれていて、自家製の客家風生姜の甘酢漬けなどもどんどん持ってくれました。台湾は人情味にあふれている場所だとよく言われますが、特に地方都市に行くとそういった傾向が強い気がしますね。こういったことも台湾の旅の魅力の一つと言えるのかもしれません。東屋地区の製茶産業はかつてはかなり発達していました。そして政府の農業委員会はこの農村の再生プロジェクトとして蕭山村を試験エリアに指定し、製茶産業などの協力を行い、この蕭山村に東方美人茶専門エリアを設け、かつての茶園のにぎわいを再現させるとともに、観光客に製茶 DIY 体験などの機会を提供し、
地方観光を発展させることにしたのです。かつて明徳茶、そして老田領茶として有名だった東北郷は、最盛期には茶の木の作付け面積は700ヘクタールにまで及んでいました。しかしその後、製茶産業は衰退し、明徳茶はほぼ失われてしまいました。しかし地元の名士の努力や東方美人茶専門エリアの設定などにより、東北に再び茶葉生産の活力が生まれ、新たに茶の木を栽培し、かつてのような美しい茶園の風景を取り戻したのです。明徳ダムは病立県東北郷明徳村の交流系の支流である老田領系上にあり、もともとは交流ダムと呼ばれ、その面積は170ヘクタール以上に及びます。明徳ダムはアールフィルダムで、堰の高さは 35.5 メートルに及び、主に病立地区に農業用水、工業用水、そして生活用水などを供給しています。明徳ダムの堰の横には景色を楽しめる橋や広い公園が作られており、南北両岸それぞれに道路が走っています。2つの湖面にかかる吊り橋があり、湖の中にある日進島とつながっており、広い視野を誇ります。明徳ダムは民国41年1952年に作られたもので、ダムの端である紫檀渓は百寿村で西に進み、八角島山脈で渓谷となり流れる渓流で、かつては老田領渓と呼ばれていました。明徳ダムが建設されると、渓流も明徳渓と名前を変え、薄力山脈の西側や八角島山東側を流れる水を集めています。周水域内は鬱蒼とした森林が広がり、豊富な水量を安定して供給しているのです。明徳ダムの湖面は200ヘクタールに及び、湖水は澄んでおり、湖の長さは8キロに及び、日進、遠王、海道の3つの島が美しい景色を際立たせています。明徳ダムの両岸には山々が連なり、湖水にその影を落とす様はまるで詩のようで、早朝に立ち込める霧や夜にかかる霞はまるで絹のようであり、夜には月の光が銀色に輝き、細かな雨が塵のように立ち込めるなど、さまざまな姿を見せてくれます。明徳ダムには非常に素晴らしい景色が広がります。ダムの堤防の端にはルーピンホア農場があり、この場所もビオトープ池となっています。秋にこの場所を訪れると、群れをなす蝶々が飛び回っていることでしょう。非常に珍しいルリマダラもここでなら見ることができるかもしれません。少し高い場所から湖の景色を楽しみたい場合は、3階建ての高さがある展望台に登れば、鬱蒼とした森林が湖面に映る壮観で
美しい景色を楽しめ、訪れる価値があったと思えることでしょう。